はいどうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのはエンリセットで、今回は太平洋キャンペーンでアメリカ軍使っていきます。うーす、初手 LVT 行けましたね。うん、でまあ早速なんですけども、ツイッチドロップのイベントが来ています。はい、もらえる商品なんですが、特殊刻印入りのコルトと、特殊刻印の南部さん、あとは銅地系と銀地系なんですけれども、なんと、辻正信がもらえます。はい、マジです、ガチです。よりによってなんで辻正信、日本の問題児とも言われた、ちょっと勘弁してくださいよっていうね。まあそんな感じで辻正信が、おっとっとっと、こんなとこ作ってんの、大丈夫、戦車に潰されちゃいますよ。まあマジでね、あの辻正信がもらえます。よりによって辻正信ですよ、よりによって。出たよ、こういうね、もうカタツムリのね、もう謎采配ですよ、謎ね。とっとっと、もう来てんのか、こう、もうこんなとこまで来てんの、ちょっと勘弁してくださいよ、危ないね。もう本当にね、なんていうかもう大困惑。こん、よりによってなんで辻正信なんでしょうね。いや、もっと他にね、ふさわしい人いるでしょう。ねえ。って何、そんな時に対空砲作ったの、ちょっと、やばい、後続の戦車通れない。ちょっとそんな、あ、しかも勝ちまで来てる。やばい。ちょっとそんな時にね、対空砲作っちゃダメですよ。やばいな、後続の戦車来れませんね。となると、あの勝ちはちょっと私の方でやるしかないか。いや、めんどくさい。横やりつけるかな。勝ちね。来た。気がついてますね。こっち気がついてますね。しかも桜塗装だ。あなたも予約特典を受け取った人間ですか。ちなみに私の今の LVT もシャーク塗装です。はい。はい。同じ予約特典を受け取ったものとして正々堂々戦いましょうよ。あー、これ、ダメか。ん？あ、なんとか生きてる。よし。この辺じゃないの？もうこれは、抜いた方が早かったですね。よし。もうダメですね。ちょっとこれ、脱出します。うーす。ダメか。いや、これ、ちょっと入んないとダメな。拠点取られてる。とー、お邪魔します。あ？何、ちょっと、固まった。ちょっと、こんなんある。やばい。あー、もうダメか。変なところで変なバグが発生しましたけれどもね。まあいいや。ね、辻正信ですよ。よりによって。なんで謎チョイスなんですけど。ね、他にもいるじゃないですか。ね、例えば、小野田少尉とかね。小野田少尉。あとは横井少尉た軍曹とか。あとは船坂博士でいいじゃないですか。ね、船坂博士だったら私、本当に大喜びなんですけど。なんでよりによって辻正信なんだ、ね、ちょっと対空機関砲乗っ取られてますね。しかも戦車突っ込めないからダメか。陥落したっぽいな。陥落しましたね。これはちょっと諦めないとダメなんですけど、まあ一人しかいないから、せめて何人か道連れにしておきたいと。ボーン、船坂博士でよかったじゃないですか。なんで辻正信、ほんと大困惑。ねえ、船坂博士が来たらね、最初から活力持ってるとか活力のパーク持ってるとか、そういう演出があったら面白いです。ダメだな、これは陥落しましたね。ダメか。はい、 OK、 よし。で、ツイッチドロップの、ね、イベントの参加方法なんですけれども、まあ、詳しくはね、公式サイトの方を見てもらえばわかるかなと思うんですが、まあ、簡単に説明しますと、まずですね、ツイッチドロップのアカウントと外人エンターテインメントのアカウントの方を、まず、リンク付けしないとダメなんですよ。紐付けですね。して、それから、ツイッチの方で、特定の動画ですね、特定の動画の方を、見る必要があるんですね。で、見た時間に応じてポイントが加算されまして、で、そのポイントによって、まあ、報酬がもらえるってやつですね。まあ、詳しくは字幕かなんかの方で補足しておきますが、まあそんな感じです。はい、スイッチドロップなんで、ね、あの
別にね、動画見なくていいんですよね。ただ流しておけばいいね。例えばお風呂掃除しながらね、延々と PC 上で流していたり、あとはね、もうご飯食べながらね、ラジオ代わり流していたりみたいな、そんな感じでいいんですよ。まあそうやってポイントを貯めて、まあ星をゲットしましょうみたいな、そういう話ですね。まあ今回のね、ツイッチドロップのまあ報酬に関してはまあそこまで良くはないんですけどね、まあ、辻正信がほんとインパクトでかすぎ辻正信ね、ほんと賛否両論がすんごい分かれる人だから、是とも非とも言えないっていうね感じですね。上から来てんな、上から来てるということはあっちにビーコンありそうだな、ビーコンありそうなんですけど、ちょっと壊しに行きたいんですが、正面戦力の守りがいないので私がこの辺りで張っておかないといけませんが、ね、ただな、戦車来てるんだよな、多分タスだと思うんで、火炎瓶でなんとかやれないかな。あっ、上から撃ち出されてるか。なんでこんなの、これ詰まってんのか、いや、ここでスタックすんのか。ちょっとこれ早めに直してもらいたいよ、あそこでスタックするのはちょっと良くないよ。カタツムリね、えさてどうしたもんかな。結構正面からゴリゴリ押されてる感じがあるか。とりあえず撃破しないといけないんですが、やっぱりこれスタックしてますね、完全に。これはちょっと修正案件ですよ、カタツムリ頑張って。危ない。あとちょっとね、さっきから感化できない名前の人がいるんで、ちょっと後で通報しておきましょう。はい、突然なんですけれども、ここで少し皆さんにお願いがあります。今映ってる画面はですね、今の試合の、試合結果なんですけれども、こちらの方を少し見ていただきたい。まあよろしくない言葉が並んでますね。なので私の方で今からこの方を、通報したいと思います、運営の方にね。で、まあ皆さんの方でもね、こういう人の名前とか、あとはチャット欄とかでね、暴れてしまってる方がいたら通報してもらいたいので、今からですね、通報の仕方の方を、説明していきたいと思います。で、通報の仕方なんですけど、まず名前の方を、クリックしまして、で、苦情ですね。で、あとはここで、非スポーツマンコール。で、あとはそうですね、ここに関しては単純な、単語でいいと思います。レイシズムと、ムと。で、これで OK ですね。で、あとはここで、送信ですか。これで、苦情が送信されました。通報したということですね。まあ、私としてはね、ゲームというのは、楽しく始まって、で、勝とうが負けようが楽しく終わると、そういうものが理想だと思っています。なので、こういうね、ちょっと差別主義みたいな、名前とか言葉を使うような人はちょっと良くないですね。感化はできませんか。で、やっぱりね、あといないとは思いますけれども、あのリスナーさんたちにもね、こういう言葉とか使っていただきたくないですよね。もうそういうのは人として恥ずかしいものですからね。なので、まあ少なくともね、私のリスナーさんたちに本当に紳士として淑女としてね、もう気持ちよくゲームを遊んでもらえたらいいかなと思います。はい、というわけで、本編に戻ります。うっす、あーもう派手なことやってんな、なんかいるぞ。よし、助か。まあ、やったのは大きい。何？もう一両いたか。砲塔抜かれるか。砲塔抜かれるんですね。G 覚えた。G 覚えた。どうだ？あれか。砲塔抜かれるんですね。ん？これワンチャンさ、これ上の人やったらいけ、あ、いけましたね。よしよし。上の人やったらいけるんですね。一人しか残ってなかったか。で、多分ね、奥に対空機関砲作られてるんですよね。それやらぬためか、抜かれそうな気がするんだよな。いますね。20ミリの多勢に抜かれたんだから、ねえ。対空機関砲でも抜かれそうなんですか、行くしかないか。ああ、怖い。ああ、怖い。突撃、隣の晩ご飯。ああ。あ、抜かれない。抜かれないけど。これ上の人、あ、降りた。はい、なんとかなんとか。ガークソン、
近づかれたとか。うん、 M13 行きますね。よし、じゃあ M13 行きます。うっす。 M13 ね、あの日本側でやってるとね、 M13 マジ結構脅威なんですけれども、逆にアメリカ側でね M13 使うとね、なんか使いづらいんですよね。ね、視界もね、このガンナー視点しかないし、あとはあのオーバーヒートしやすいんですからね。 12.7 ミリ機関砲マジでオーバーヒートしやすいんで、そのあたりは他線も同じなんですけど、なので意外とね乗ってみるとそこまで使い勝手は良くないですね。こういうのはね本当に乗ってみないと分かんないですね。乗ってみて分かる弱点ですよ。だから本当にね、こういったものをどんどん乗ってみるのは大事でしょうかと。ここ左に曲がる、橋ありますね。さてどうしようかな、近づきすぎてもな、自動砲にエンジン撃ち抜かれるし、かといってあんまり車線通ってるようなとこじゃないので困ったな。どうしよう。あ、まあ行くしかないか、車線通ってないんだから行くしかないですね。これどっから来てんだ、なんか食らったぞ。自動砲っぽいので引きまった。ああ向こうから来てんのか、めっちゃ来てんの、かなり詰められてますね。何のダメージだ、タセだ、タセ、近くにタセいるな。しかし結構入られてんだよな、入られてる以上砲兵、何下向けないのか、かなり深く取れないな。タセ来てますね、ちょっとタセさんやらせてくださいよ。タセはね、あの砲塔裏の弾薬庫さえ、ね、貫けばワンパンで倒せるはずなんですよね、タセね。あーもういて、ちょっと待ってくれ、砲塔裏の弾薬庫さえ抜ければワンパンなんですが、車線通ってるようで通ってないか、いけ、ダメか、ダメか、ダメだった、くそー、とりあえずいる、よしこれで奪還か。まだいるんだよな、どこかに誰かがどこかにいる。よし、なんとか奪還できました。よしで戦車も近くにいるし、めっちゃ歩兵も詰めてくるし、忙しいですね。もうこいつか、くれ、さあどうだ、いけ、何ダメか、おのれ、めっちゃ来てる、危ない、あもうちょっと勘弁してくれ、ダメか、陥落したっぽいな、あーもうダメですね、しょうがない、撤退したいところではあるんですが、まだ残ってるっぽいので、何時か、あーもうもうちょっとな、榴弾強かったらいいんですけどね。この辺りは本当にスチュアートと同じですね、ノルマンディのね M5 スチュアートと同じで 37mm のね榴弾、やっぱり全然弱いですね。直当てしないとダメなレベルですか。だとするならね、単純に鉄鋼だ、もうそんなコミ来てんの、ガッツあんな、なかなかガッツある人がいますけど、ちょっとどこ行くんだ、待て、やばい、ちょっとそれ良くない、あ危ない、よし、なんとか阻止したか。かなり入ってんだよな、あと戦車も来てんだよな。この怒涛の攻撃にちょっと耐えられませんかね。今のでキル取れないもんな、榴弾、今のね攻撃で榴弾でキル取れないっていうのはちょっと痛いですよ、やばいですよ。負けてしまいましたね。まあというわけで今回こんな感じだったんですけれども、まあツイッチドロップスのねイベントが来てるという話ですか、うん、まあそこまで商品もそこまではそこまでっていうほどなんで、まあ参加できたら参加してみようかなぐらいでいいと思いますね。何が何でも取らないといけないみたいなもんじゃないんでね、うん、まあそんな感じでしょうか。であとアメリカ軍なんですけどね、やっぱり、うん、ビークルは多分ねこれから強くなっていく、これからね F2A とかね、あとはそのね、あの FP ですか、 FP とかが使えるようになったらね、うん、多分日本の戦車ね、あの貫通できるんで、ブローニングで、なので地上走者が非常に強力になると思うので、ね、爆弾使わなくてもね、
戦車撃破できるようになると思うので、まあ、そっからですかね。アメリカのビークルに期待するっていうのはね。あとは単純に LBT も強いですからね。まあ、というわけで、まあ、そんな感じの回でした。というわけで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。